2024年8月19日 CDTV ライブ。ライブ。夏フェス SP で注目すべきハッシュタグナンバーアンダーラインアイの魅力。INZM フルサイズ初披露に期待が高まる理由とは。INZM フルサイズ初披露で暑い夏をさらに熱くする。2024年8月19日に生放送される CDTV ライブ。ライブ。夏フェス SP で 多くのファンが注目しているのは、もちろん「ハッシュタグナンバーアンダーライン愛」のパフォーマンスです。彼らは、ファーストフルアルバム、ノーアイのリード曲、INZM をフルサイズで初めてテレビで披露することが発表され、そのパフォーマンスに対する期待が日に日に高まっています。しかし、この期待の根底にあるのは、「ハッシュタグナンバーアンダーライン愛」というグループのメンバーたち、そして彼らが持つ独自のカリスマ性と深い絆に他なりません。 ハッシュタグナンバーアンダーラインアイは、平野翔、岩ガン・神宮寺・優太という3人のメンバーによって構成されており、彼らの存在はすでに日本のエンターテインメント界で大きな影響を与えています。それぞれのメンバーは個に強い個性を持ち、俳優としてもアーティストとしても多彩な才能を発揮してきました。しかし、彼らが1つのグループとして結集することで、単なる個々の才能の寄せ集め以上の、 強力な化学反応が生まれるのですまず、ハッシュタグ・平野翔について語らないわけにはいきません。彼は、独特のカリスマ性と優れたパフォーマンススキルで知られ、ハッシュタグ・ナンバー・アンダーライン愛の中心的存在です。彼のダンスは力強く、また繊細であり、視覚的に非常に魅力的です。さらに、彼の歌声にはエモーショナルな深みがあり、聴く者の,の心を揺さぶる力を持っています。 俳優としても数多くの作品に出演し、その演技力が高く評価されていることからもわかるように、平野翔はエンターテインメントのあらゆる側面で輝きを放っています。ハッシュタグガンユータもまた、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛の魅力を語る上で欠かせない存在です。彼はグループ内ではムードメーカー的な役割を担っており、その明るく親しみやすい性格はファンだけでなく、メンバー間でも非常に愛されています。 歌唱力だけでなく、彼のパフォーマンスにおけるダイナミックな動きとエネルギーが特徴的で、ライブパフォーマンスでは特にその魅力が際立ちます。彼のステージ上での存在感は、観客を自然に引き込む力を持っており、見る者に元気と活力を与える存在です。そして、ハッシュタグ神宮寺雄太は、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛の中でも特にエレガントで洗練された印象を持つメンバーです。彼のパフォーマンスは、 細部にまで気を配りつつも非常に自然体であり、その所作や表現力には目を奪われます。神宮寺は、グループ全体のバランスをとり、他のメンバーとの調和を生み出す重要な役割を果たしています。彼の表情豊かな演技と、情感あふれる歌唱は、観客に深い感動をもたらします。このように、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛の3人はそれぞれ異なる魅力を持ちながらも、 共通して強いプロフェッショナリズムと情熱を持ち合わせています。彼らのステージパフォーマンスは、見る者にとってはまるで一つの物語を体験しているかのような感覚を与え、その表現力の豊かさには驚嘆させられます。彼らの楽曲、INZM もまた、彼らの個性と音楽性を強く反映した一曲であり、リスナーを一瞬にして引き込む力を持っています。ハッシュタグナンバーアンダーライン愛の活動は、 単なるアイドルグループの枠を超えており、彼らはエンターテインメントの新たな形を作り出し続けています。ファンとの深い絆も彼らの魅力の一つであり、そのファンに対する感謝の気持ちや、常に新しい挑戦を続ける姿勢が、彼らを特別な存在たらしめています。例えば、ファンイベントやライブでの彼らの対応は、いつもファンへの愛情に溢れています。彼らはステージ上だけでなく、 舞台裏でもファンとのつながりを大切にしており、その姿勢は多くのファンから支持されています。また、彼らが新しい楽曲やパフォーマンスに取り組む際の熱意は、彼ら自身がファンをどれだけ大切に思っているかを物語っています。このようにしてハッシュタグナンバーアンダーライン愛は、音楽界での地位を確立し、ファンと共に成長してきました。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントの枠を超え、 リスナーに対しして深い感感動と共感をもたらします彼らの歌詞には、日常の中で感じる喜びや悲しみ、そして未来への希望が詰まっており、それが彼らの楽曲に魂を与えているのです。そして、今回の CDTV ライブ、ライブ、夏フェス SP でのパフォーマンスは、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛にとっても、ファンにとっても特別な瞬間となることでしょう。 彼らのフルサイズのパフォーマンスは、テレビの前にいるすべての視聴者に対して、その魅力を存分に伝える絶好の機会です。このパフォーマンスがどのように展開されるのか、そして彼らが今後どのように成長し続けるのか、非常に楽しみです。彼らの未来には、まだまだ無限の可能性が広がっており、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイというグループがこれからどのように進化していくのか、その行方を見守りたいと思います。 今回の放送は、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛にとっても新たな挑戦となりますが、彼らの努力と才能がどのように結実するのか、その結果が楽しみです。そして、彼らがこれからも多くの人々に感動を与え続ける存在であり続けることを期待しています。ハッシュタグナンバーアンダーライン愛は、まさに今、音楽の新しい時代を切り開いているのです。この先、彼らがどのようなステージを見せてくれるのか、 その答えは彼ら自身が示ししてくれることでしょう。2024年8月19日、音楽ファンが待ちに待った一夜がついに訪れる。この日、TBSK で生放送される CDTV ライブ。ライブ。夏フェス SP は4時間半にわたる音楽の祭典となり、多くのアーティストが参加する予定だ。その中でも特に注目されているのはナンンバーアンダーアダライン愛、北山宏光。 ミセス・グリーン・アップルから乃木坂46といった有名アーティストたちであり、彼らが披露するパフォーマンスには多くの期待が寄せられている。今回の夏フェスでは、さまざまな世代に愛される名曲が次々と披露される。ミセス・グリーン・アップルは、ファミリー・アポロドロス、天平の歌の3曲をフルサイズで初披露する予定であり、これらの楽曲はすでに CM ソングとしても話題を呼んでいる。また、 ソロとして初登場する北山博光も、ファーストアルバム、ズーに収録されている、カミックをフルサイズでテレビ初披露することが決定しており、彼のファンにとっては見逃せないパフォーマンスとなるだろう。ナンンバーアンダーアダラインアイは、その最新曲、INZM をフルサイズで初めてテレビで披露することが発表されており、このパフォーマンスには多くのファンが期待を寄せている。彼らのファーストフルアルバム、 ノーアイのリード曲として注目されているこの楽曲は、今後の音楽シーンに大きな影響を与える可能性がある。さらに、ニュージーンズは世界中で大ヒット中の『スーパーナチュラル』を披露し、その YouTube での MV 再生回数がすでに2800万回を超えているという驚異的な人気を誇る。また、中島健人と北に達也による異色ユニットジェムがアニメ『推しの公』の第2期オープニング主題歌『ファタールを初披露し、 リサもパワフルな歌声で、ブラックボックスをフルサイズでテレビ初歌唱する。このような豪華なラインナップが揃った夏フェスは、音楽ファンにとってまさに夢のようなイベントだ。しかし、今回の CDTV ライブ、ライブ、夏フェス SP は、単なる音楽の祭典ではない。これは、アーティストとファンが一体となり、音楽を通じてつながることができる特別な機会でもある。特に今年は 新たなアーティストやユニットが登場し、音楽シーンに新しい風を吹き込んでいる。例えば、ミセス・グリーン・アップルのアポロドロスは、人生の参加として多くの人々に勇気を与える楽曲であり、そのメッセージ性は聞く者の心を強く揺さぶる。また、北山弘光のカミックは、彼のソロアーティストとしての新たな挑戦を象徴する楽曲であり、ファンにとっては彼の成長を感じられる一曲となっている。 ナンバーアンダーラインアイの INZM は、彼らの独自のスタイルと音楽性を強く打ち出した作品であり、そのパフォーマンスは多くのファンにとって忘れられないものとなるだろう。さらに、ニュージーンズのスーパーナチュラルは、若い世代を中心に圧倒的な支持を受けており、彼らのパフォーマンスを通じて、音楽の新たな可能性が感じられる。今回の夏フェスには、音楽業界における新しいトレンドや流行が多く取り入れられており、 それぞれのアーティストが持つ個性が光るパフォーマンスが期待される。特に、ジェムの「ファタール」は、アニメファンや音楽ファンの間で大きな話題となっており、彼らの異色のコラボレーションがどのように展開されるか、注目が集まっている。リサの「ブラックボックス」も、その力強い歌声とエネルギッシュなパフォーマンスで、多くの視聴者を魅了することは間違いない。彼女の楽曲は、常にリスナーに強いメッセージを伝えており、 今回もそのパフォーマンスを通じて、多くの人々に感動を与えることだろう。また、オレンジレンジや乃木坂46といった長年にわたり音楽シーンをリードしてきたアーティストたちも出演する予定であり、彼らのパフォーマンスを通じて、音楽の多様性とその魅力が再確認されるだろう。オレンジレンジは、夏にぴったりの「いけない対応」や「開放カーニバル」といった大ヒット曲を披露し、 乃木坂46はご期生の井上和がセンターを務める、チートデイをパフォーマンスする予定であり、これらのステージは多くの視聴者にとって思い出に残るものとなるだろう。さらに、空の復活も見逃せないポイントだ。2022年にデビュー15周年を迎えた彼女たちは、約1年8ヶ月ぶりの最新曲、I Do I Do Japanese v e r s i o n と、GoGoSummer ーー、Mr. のメドレーを披露する予定であり、 そのパフォーマンスには多くの期待が寄せられている。からの音楽はこれまでの彼女たちのキャリアを反映したものであり、そのパフォーマンスを通じて彼女たちの音楽的成長と進化が感じられるだろう。